ですです。ですです。ですです。ミュージックの影響ではない。どういう今日の状態で見ると、メリポーズと、コロリポーズの中に、何か官房長官、衆議院に、あったくて、第9位、あった、どうだろう。気になってるんですが、コロリポーズの状態で、そんな、常に、無限の可能性があります。アイスタンドは、これからどんどん含めても、今の自分に何ができるかを、それで、誰が今、自分に何を求めているか、あれを考えていくことです。つまりは、自分自身が自分の視野や可能性を追求する方から変えていくことが最も大切です。自由律や皆様が、自由律前の未来を、意思を一つ感動され、今後、唯一から生きていくことを変えることを心から決めていくことが、アンジュに、マスク政治第28、高西雄生、ユミユ生の皆さんに、ユミファイの夢や希望、意思を一つ感じたい、ミスターとして、どうかやるという、どうかやるという。
お席はご案内お願いします。はい、ちょっとわかんないと思います。これは我々があります。練習してる音です。宿題を読めないと聞こえる。この回もこれ。これもない。いや、ずいぶん前です、これ。もう5分ぐらい前。日本人の皆様方は向かって左側の席にお進みください。どうもありがとうございます。今、佐野裕太君が来ました。いると思う。あれが。どうもありがとうございます。どうぞ、オオカミをお席に。
ありがとうございます。財団役員の皆様の席は向かって左側の席になります。そちらになりますのでよろしくお願いいたします。ご家族の皆様の席は前になっておりますのでどうぞお越しください。入塾生のすぐ後ろの席になります。おかげすごい。皆様本日はありがとうございます。10時より開式いたしますのでもう少々お待ちください。開式に先立ちましてご案内申し上げます。携帯電話はマナーモードに設定していただくか電源をお切りいただきますようお願いいたします。またこの入塾式の模様は YouTube で配信をいたしますのでどうぞご協力のほどよろしくお願いいたします。それでは10時まで今しばらくお待ちください。
それでは会場の皆様、ただいまより始めさせていただきますので、ご協力のほどお願いいたします。YouTube 中継をご覧の皆様、こんにちは。松下政経塾です。今年度入塾式は感染症対策のため、この茅ヶ崎では新入塾生のご家族を中心に限られた参加とさせていただいております。動画を通じての1時間ほどのお届けとなりますが、何卒ご協力のほどお願い申し上げます。第44期生新入塾生が入場いたします。皆様、後方の扉にご注目ください。盛大な拍手でお迎えください。ただいまより公益財団法人松下幸之助記念志財団松下政経塾令和5年度入塾式を開式いたします。開式にあたりまして黎明の鐘を斉唱いたします。皆様ご起立ください。黎明の鐘斉唱。続きまして、国歌を斉唱いたします。皆様、国旗にご注目ください。前奏に引き続きまして、ご斉唱ください。国歌斉唱。ご着席ください。塾勢十訓五世の唱和第43期生赤木亮太塾生。塾勢塾員職員起立。塾勢、真に国家と国民を愛し、新しい人間観に基づく政治経営の理念を探求し、新しい人間
人類の繁栄幸福と世界の平和に貢献しよう。人類の繁栄幸福と世界の平和に貢献しよう。塾君、素直な心で周知を集め、素直な心で周知を集め、自習自得で事の本質を極め、日に新たな生成発展の道を求めよう。日に新たな生成発展の道を求めよう。五世、一つ祖師貫徹のこと。常に志を抱きつつ、懸命になすべきをなすならば、いかなる困難に出会うとも、道は必ず開けてくる。成功の予定は成功するまで続けるところにある。一つ、自主自立のこと。他を頼り、人を当てにしていてはことは進まない。自らの力で、自らの足で歩いてこそ、他の共鳴も得られ、知恵も力も集まって、良き成果がもたらされる。一つ、万事研修のこと。見るもの聞くことすべてに学び、一切の体験を研修と受け止めて、勤しむところに真の向上がある。心して見れば、万物ことごとく我が師となる。一つ、先駆開拓のこと。規制にとらわれず、絶えず創造し、開拓していく姿に、日本と世界の未来がある。時代に先駆けて進むものこそ、新たな歴史の扉を開くものである。一つ、感謝協力のこと。いかなる人材が集おうとも、我がなければ成果は得られない。常に感謝の心を抱いて、互いに協力し合ってこそ、信頼が培われ、真の発展も生まれてくる。塾生、塾員、職員、着席。理事長の松下正幸より式辞を申し上げます。松下理事長、登壇願います。松下幸之助記念志財団理事長の松下でございます。本日は入塾生のご親族および茅ヶ崎市の佐藤市長、また地域の皆様方、また財団の役員、それから塾の卒業生の皆様にご臨席をいただいております。お忙しい中ご参列をいただき、誠にありがとうございます。入塾式の開式にあたり、松下政経塾を代表いたしまして、一言ご挨拶を申し上げます。1980年、私の祖父、松下幸之助は、人類の繁栄、平和、幸福に貢献する人材を育成する目的で、この松下政経塾を創設いたしました。本日、ここに皆様を44期生としてお迎えすることになりました。一方で、この44年の間に松下幸之助の目指した社会がどれだけ実現に近づいているかと顧みますと、松下政経塾はまだまだ頑張らなければならないのではないかと考えております。世の中の情勢を顧みますと、新型コロナウイルスは日本では感染症5類相当に引き下げられることになり、社会経済活動の活性化が期待される一方、物価や資源価格の高騰、急速な少子高齢化の進行、またウクライナ危機をはじめとした安全保障の問題など、日本や世界を取り巻く環境には喫緊の課題が山積している状況でございます。このような状況の中、在塾生も含めて新入塾生の皆様に寄せられる期待は大きく、同時に果たすべき責任も非常に重大であります。
本日入塾いただいた皆様には、これからの活動の中で心がけていただきたいことがございます。それは松下幸之助が塾生に対して強く願ったことであり、塾生塾訓五世のうち塾訓の中にあります素直な心で周知を集めるということと、自習自得で事の本質を極めるということでございます。いずれも塾生が広く社会に貢献できる人物になるために心がけるべき大事な姿勢であり、自身の成長のためにもこのことを強く意識して、これからの研修研究に励んでいただきたいと思います。これからの4年間という歳月は長いように感じても、あっという間に過ぎ去ってしまいます。新入塾生の皆様には、一日一日を大切に過ごしていただくようお願いして、私の式辞といたします。ありがとうございました。講談願います。続きまして、新入塾生に対し遠山塾長より入塾許可証を授与いたします。遠山塾長、登壇願います。名前を呼ばれた塾生は順番に前に出て受け取ってください。遠藤太郎、入塾許可証、遠藤太郎、第44期生として入塾を許可します。令和5年4月1日、松下幸之助記念志財団松下政経塾、塾長、遠山隆。どうもおめでとうございます。桶谷正人、はい、入塾許可証、桶谷正人、以下同文でございます。どうもおめでとうございます。落合拓磨、入塾許可証、落合拓磨、以下同文でございます。どうもおめでとうございます。ありがとうございます。
加藤瑞奈。はい。入塾許可証、加藤瑞奈、以下同文でございます。どうもおめでとうございます。波松咲。はい。入塾許可証、波松咲以下同文でございます。おめでとうございます。以上でございます。講談願います。それではここで本日ご臨席を賜りました来賓の皆様を代表してお二人よりご祝辞を頂戴いたしたいと存じます。まずはご当主の市長様であります茅ヶ崎市長佐藤光様、よろしくお願いいたします。ご紹介いただきました茅ヶ崎市長の佐藤でございます。まさか来賓で私がトップバッターって思ってなかったんで少し油断をしておりました。私がこの政経塾に最初にご訪問させていただいたのは、当時の、今デジタル大臣でございます河野太郎代議士の運転手をやってて、駐車場まで来たっていうのが一番最初でありました。それが今こうやって入塾生の前でご挨拶をさせていただけるなんていうのは当時は1ミリも思っていませんでしたけども、入塾する皆さんおめでとうございます。これから4年間天下国家について皆さん、先輩たちと語り明かすわけでございますけども、そんな時にぜひ思っていただきたいのが、そういったことが国民の生活、あるいは市民の生活にどんな影響があるのかということも一緒に考えていただきたいと思っております。ウクライナで勃発した戦略から1年が経ちました。茅ヶ崎にも7名の方がウクライナから避難してきております。最初避難してきた時にもう気の身気のまま、所持金日本円で約2万円、そんな方が来ました。まず最初に生活保護を受けていただいたんですけども、生活保護を受けるとですね、日本財団から支給される100万円がもらえないんですね。切られちゃう。で、100万円いただいたんだけども、生活保護は切られちゃった。で、生活保護っていうのは4分の1は市町村が負担しますから、じゃあ4分の1だけは茅ヶ崎市が出してあげようよ。これは茅ヶ崎の自己財源で出しております。だからいろんなことがあると市町村にも負担が出てくる。いろんな影響があるっていうことは、ぜひ皆さん分かっていてほしい。それと、ウクライナっていうのは、先進国なんですね。発展途上国じゃないんです。今まで日本っていうのは、発展途上国の避難民は受け入れておりましたけども、先進国を受け入れたのは日本初めてなんです。
そしてもう一つは、今までと違うのは、彼女たちはウクライナに帰るかもしれない。今まで日本に来た難民というのは大概もう日本にもステイするんですけども、将来帰るかもしれないってことも、その先も考えてこの受け入れを体制をしなきゃいけない。そこで世界の評価がされる。それはもちろん天下国家で国がする仕事も大変重要でございますけども、その先受け入れた市町村の一つの行動によって他国の評価が変わってくる。そういったこともぜひぜひ皆さん考えていただいて、この4年間過ごしていただきたいと思います。茅ヶ崎もお隣の藤沢にも美味しいお店いっぱいありますから、ぜひぜひ、その時には私を誘ってください。入塾おめでとうございます。ありがとうございました。ご講談ください。続きまして、ご指導をいただいている先生方を代表して、拓殖大学顧問、渡辺俊夫先生よりご挨拶を頂戴いたします。渡辺先生、よろしくお願いいたします。また、渡辺先生は弊財団の理事もお務めいただいております。渡辺でございます。5名の入塾生諸君、入塾おめでとうございます。試練の時間のスタートですね。今日私は一つの提案を持ってここにやってきました。ちょっと聞いてください。この機会にね、皆さんこれまでの人生を振り返る自分史を書いてみませんかというのが提案です。私は新聞社などが主催する作文とか論文コンテストの審査員をいくつか務めてまいりました。そうすると受賞式なんかに引っ張り出されるんですけども、そんな時の挨拶には次のようなことをいつも生徒諸君や学生諸君に語りかけております。ちょっとここにメモがありますから読んでみますね。若い世代の君たちも、高校生や大学生が多いんですがね、若い世代の君たちも家庭、学校、海外研修、地域活動、その他様々な場でいろんな経験を積んでこられましたよね。しかしそれらもこれを文章化しないと人生のささやかな経験としてほとんどが忘れ去られていきます。経験は文章化することによって初めて経験値となり、これが一つの確かなブロックとなります。別の経験を文章化してもう一つのブロックが出来上がります。いくつものブロックを積み上げていくと、簡単には崩れない経験値の塊ができます。その塊の大きさが人間が成長したことの証です。様々な経験を本当に自分自身の人生にとってかけがえのないものとするには文章化が必要です。こういうことを生徒や学生諸君に語りかけているわけですが、考えてもみれば今私が言ったことは当然だと私は思いますね。文章化された自分は実はもう自分そのものではありません。変な例えのようですが、自分の顔は自分では見えませんよね。鏡という自分ではない他者に映し出してみなければ自分の顔はわかんないわけですね。当たり前のことですがね。鏡に映し出された自分は本当の自分ではありませんけれども、それなくしては自分がどんな顔をしたか、人間であるかがわからない。同じようにですね、経験はこれを経験はこれを鏡に映し出して、つまり文章化しないと、その経験は
自己評価、あるいは自己分析の対象にはならない。なりにくい。ということを、まあ、申し上げているわけであります。もう一つだけ最後に、自分の経験から言えるもう一つの文章化の意味について申し上げてみます。文章化とは自分を客体化することです。誰しもですね、悶々の感情に襲われたことがきっと終わりだと思います。いろんな経験をされてこられたわけですからね。しかしこの悶々の感情もこれを文章化してしまえばですね、書いた人はもうこの悶々を平静に見つめ、そしてそこから解放されて、つまり否定的な自我から肯定的な自我へと変じていくことができるのだと私は思います。魂の救済といったらこれもちろん言い過ぎでしょうけれども、そんな言葉が私の頭をよぎります。辛く苦しい経験を書いている最中は辛く苦しいことも終わりでしょう。しかし辛く苦しい経験をそのままに文章化していくと、書き終える頃には自分の心が随分と軽くなっているということに気づかされるはずであります。入塾の機会です。次の本格的な仕事に向かう前にですね、これまでの経験を解雇する自分史を書いてみませんか？というのが私の今日の提案であります。ご清聴ありがとうございました。渡辺先生、ありがとうございました。ご講談ください。ここで平塾の卒塾生を代表してお三方より第44期生入塾にあたっての激励のメッセージが頂戴しております。どうぞ壇上スクリーンにご注目ください。松下政経塾44期生の皆さん、入塾おめでとうございます。第1期の衆議院議員を務めています相沢一郎です。精鋭の44期の皆さん、男子3名、そして女子の方2名と伺っております。どうか政経塾に入塾をした最初の思い、志、そしてを大切にし、自分で自分を鍛え上げる、自分で自分を成長させる、そういう強い気持ちを持って頑張っていただきたいというふうに思います。ぜひ私たち先輩卒塾生にも気軽に声をかけて、くださいね。ちょっと悩んだり、これどうしたらいいかな、相談事があったとき、どうか遠慮なく声をかけていただきたいと思います。国会にもバンバン遊びに、また勉強のためにもおいでをいただきたいと思います。ウクライナ、なかなか出口が見えないですね。世界は大激怒、そして、日本の立ち位置も非常に難しい、そういった国際情勢にもあります。また国内は何といっても人口減少、子どもの数が少なくなる、そんな困難な内外の情勢を私たちのニューパワーで、そして皆さんの世代の新しい力で日本の地平を切り開いていかなくてはなりません。塾生、塾訓、五世をしっかりと見つめ、そしてそれを自らのものにしていく、そういう思いを持って政経塾生としてのびのびと頑張ってもらいたいと思います。44期生の皆さんの大活躍、心から期待をして、私からの激励、またお祝いのメッセージといたします。ありがとうございました。44期生の皆さん、この度は松下政経塾ご入塾おめでとうございます。私は3期生で現在参議院議員を務めております松沢茂文です。皆さん、松下政経塾は、単なる高等教育機関でも、あるいは政策研究機関でもありません。もうそれを超えた、私は実践道場だというふうに捉えています。松下塾師の改革理念、思想を探求して、そして
皆さんが進むそれぞれの進路を定めて志を固めてください。現地現場主義を貫いて研修をしてください。松下幸之助さんのこの改革理念を皆さんのそれぞれの、進路探究分野で応用して、そして社会に貢献していただく、これが設計塾の大きな目標だと思っています。設計塾には OB がたくさんいます。ぜひともそれぞれの分野で活躍している OB の皆さんを訪ねて、そして皆さんの研修に大いに利用してください。研修期間は長いようで短いです。もう明日からどんどん積極的に動き回って、この設計塾での期間を有効に使って、日本の発展、世界の平和のために貢献できる、そういう人材となってください。皆さんの善と祝し、お祝いの言葉といたします。おめでとうございます。松下政経塾第44期生として入塾される5名の皆様方、ご入塾誠におめでとうございます。私は2002年に第23期生として入塾いたしました。現在滋賀県知事を務めております三日月大蔵と申します。入塾した時のことは今でも覚えています。いろいろなことに悩みました。家族もいましたし、入塾した後父親が亡くなり、子供が生まれ、先行き、生活、活動、どのように作ればいいのか、またどのようになるのか、悩むことばかりでしたけれども、日本の未来のために、何か私が政治の世界でお役に立てることをしたいという、この一年で、松下政経塾の門を叩き、同志と一緒に先生方にお世話になり、塾のスタッフの皆さんにお世話になりながら研修活動を勤しんでいたことを今でも覚えています。祖師貫徹をはじめとする五世は私の部屋に掲げ、今も自戒自省しながら日々の公務に当たっております。どうか皆さん、これからの研修生活を大いに存分に味わいながら、そして悩みながら考えながら過ごしてください。今悩み考えることが必ず将来役に立つと思いますので、皆様方のますますのご奮闘とご活躍をご祈念申し上げ、何より私の大切な学び屋である松下政経塾の今後ますますの発展をお祈り申し上げ、もちろん私自身もその卒塾生として塾主の思いにかなうよう頑張ることをお誓い申し上げて、簡単ですけれどもメッセージとさせていただきます。一緒に頑張りましょう。おめでとうございます。以上、3人の先輩方からの激励メッセージでした。それではここで祝電を披露させていただきます。ご入塾おめでとうございます。希望を胸に今日の日を迎えられた皆様の実り多くことを心よりお祈り申し上げます。内閣官房長官衆議院議員松下政経塾第9期塾員松野博一様、新入生の皆様、ご入塾おめでとうございます。人には皆使命があります。そして無限の可能性があります。大切なことは、これから生きるどんな局面でも今の自分に何ができるかを超えて、時代が今自分に何を求めているか考え行動することです。つまりは、自分自身が自分の使命や可能性を信じ切る、心から期待することが最も大切です。新入生の皆様が入塾前の夢や希望、意思を初志貫徹され、今後充実した塾生活を行えることを心から祈念しております。参議院
松下政経塾第28期塾員、中西祐介様。他にも多くの祝電を頂戴しております。ここでお名前のみご紹介をさせていただきます。株式会社三井住友銀行頭取、福留明宏様。多久市長第1期塾員、横尾俊彦様。衆議院議員第3期塾員、鈴木淳二様。衆議院議員第5期塾員、伊藤達也様。埼玉市長第7期塾員、清水隼人様。参議院議員第7期塾員、赤池正明様。衆議院議員第10期塾員、酒井学様。はじめ、多くの皆様からから、そして先輩の皆さんからご祝電をいただいております。誠にありがとうございました。会場入り口にいただいた祝電を貼り出しておりますので、どうぞご覧いただければ幸いでございます。続きまして、在塾生から新入塾生に歓迎の辞を送ります。歓迎の辞。在塾生代表、第41期生、総野はじめ塾生。はい。桜の花の便りが聞かれる頃となり、この喜ばしい日に彩りを添えているようです。厳しい湘南の海風も、今日ばかりは皆さんの挑戦を力強く後押ししてくれています。遠藤太郎さん、桶谷雅人さん、落合拓磨さん、加藤水菜さん、波松咲さん、並びにご家族、ご関係者の皆様、この度は松下政経塾へのご入塾、誠におめでとうございます。在塾生一同心よりお祝い申し上げます。共に語り合い、共に鍛え合い、共に志の実現を目指す同志が仲間に加わってくれたこと、政経塾に関わるすべての者にとって、これ以上の喜びはありません。私たち塾生には大きな使命があります。それは、松下幸之助塾主が描いた仏心一如の繁栄を通して平和で幸福な社会を実現することです。これには個人のエゴや願望は全く関係ありません。ある種の刻印と言ってもいいかもしれない。生涯を通して向き合わなければならない宿命です。新入塾生の皆さんは今日という喜ばしい日に一方でそうした大きな使命を背負うことになるのです。今私たちは VUCA、不確実性の時代を生き抜かんとしています。加速度的に発達するテクノロジー、ChatGPT を使えばビジネス文書の大枠はほんの数秒で仕上がります。このように社会が大きく変わりゆく中で、私たち塾生にとって一貫して変わらないものとは一体何でしょうか。その一つはもちろん、志でしょう。新入塾生の皆さんは、この後自らの決意表明に臨まれます。一部顔が真っ青になっていらっしゃる方もいらっしゃいますが、皆さんの大志が芽吹く瞬間をしっかりと見届けたいと思います。そしてもう一つは何か。それは、とことん人間を愛し抜くということではないでしょうか。私は一昨年、高齢者の居場所づくりを行う地域福祉団体で活動していました。そこに、長年連れ添ったご主人に先立たれ、大きな一軒家に一人で住んでいらっしゃるご婦人が通っておられました。お別れの日に、久しぶりにできた孫みたいと言って私の手を離さなかった。その手の感触を私は忘れることができません。
皆さんもこれから現地現場に足を運べば運ぶほど数えきれない発見があり、時にはやり場のない怒りを覚えることもあるでしょう。そんな気持ちを素直に受け止めて持ち帰ってみてください。それこそが社会を変える原動力になると確信しています。私たちが毎日暗唱している塾是は、真に国家と国民を愛し、という一節から始まります。志が天を目指すものであるとしたら、人間への愛こそがしっかりと大地をつかむ根っこになるのです。その根さえ生えば、あらゆる困難にぶつかり、理不尽と戦うことがあっても、ちょっとやそっとのことでは負けません。どこまでも人間らしく、情けないほど情熱的に、抱えきれないほどの愛を持って研修に励みましょう。これが皆さんに最もお伝えしたいことです。成蹊塾は深淵なる人間道と向き合う道場です。だからこそ甘えや怠慢は許されません。今日から皆さんは同志です。年齢、学年、経験は関係ありません。共に切磋琢磨いたしましょう。ただし、私も宴席の場では人間らしくなりすぎた結果、情けないほどの状況に陥ることがないとは言い切れません。その際には抱えきれる範囲で結構でございますので、愛を持って接していただければ幸いです。そしてもう一つだけ付け加えさせてください。三浦半島一周を完歩する100キロ研修をはじめ、これから多くのことに同期で挑戦をしていきます。5人だからできることもあるでしょう。5人だから大変なこともあるでしょう。それでもその都度お互いに向き合い、話し合い、時には共に涙してみてはいかがでしょうか。実は一番の人間修養になるのかもしれません。最後となりましたが、新入塾生の皆さんの今後のご活躍を記念申し上げて、歓迎の言葉とさせていただきます。本日はご入塾誠におめでとうございます。一緒に頑張りましょう。これより新入塾生44期生が皆様の前で決意を表明いたします。44期生、起立。名前を呼ばれた塾生は一歩前に出て決意表明をお願いします。遠藤太郎。皆様、おはようございます。第44期生として、入塾いたしました遠藤太郎と申します。これより第44期生の決意表明の方をさせていただければと思っております。2011年3月11日14時46分、この日を境に私の人生は大きく変わりました。と、あの未曾有の大震災である東日本大震災が起こった日です。当時私は中学校3年生で、その日は卒業式の日でした。卒業式が終わった後に友人の家で遊んでいると、大きな地震と津波が遊んでいた友人の家を流し、またお世話になった町民の方々の家も流している光景をただ高台で見つめておりました。その時に私はふるさとの復興に貢献したいと強く願うようになりました。震災から今年で12年が経とうとしております。震災によって避難を余儀なくされ、その後ふるさとに戻った方々の人数を実際の住民の方々の人数で割った割合を帰還率と言います。私のふるさとである広野町が位置する
福島県双葉郡は、負担率が 23.3% かつ、震災後から人口減少人数が1万2000人と、低い水準であると私は考えております。なので、住民の方々には、常に安心して暮らせる街づくりが求められているのではないでしょうか。私には実現したいことがあります。それは、ふるさとの復興、創生に向けた生活基盤の確立、及び住民の方々が安心して暮らせる街づくりです。大学を卒業して以降、私は自分の実力不足を感じており、このままではふるさとの復興には携われないと痛感し、さらなる自分の成長の機会を求め、伊藤忠商事という会社に入社しました。伊藤忠商事は林業に関わるビジネスを携わらせていただき、例えば海外から日本への外材の輸入、逆に日本から海外への国産材の輸出、そして森林管理、森林経営、DX 事業の推進といった様々なビジネスに携わらせていただきました。ある時、ふるさとである双葉郡の 53% の森林が帰還困難区域内にあり、人はもちろん機材が入ることすらままならず、実際に干ばつも行われておらず、土砂災害などの災害発生率を高め、住民の方々の生活を脅かしているという事実を知りました。なので私は、スマート林業を開発し、促進させ、適切な森林管理、森林経営を実現することを目指していきたいと考えております。まずは林業から、そして林業だけでなく、農業、漁業といった第一産業の活性化、そして大きく原子力発電や火力発電といった第三次産業に依存する双葉郡のそういった産業に変わるような新規ビジネス、新規産業の開発をしていきたいと考えております。ふるさとである双葉郡の復興に貢献していきたいと考えています。オケヤ・マサト。はい。44期、オケヤ・マサトです。今、日本は失われた30年と言われる不況の中にいます。なぜ、いっぱい働いても賃金は上がらないのか、僕は不思議に思いました。どうやったら日本が変わるのか、そう考えたとき、私は日本に足りないものは、世界に戦える新しい成長産業だというふうに考えました。どうして成長産業が生まれないのか、それは大学などの高度な科学技術が事業に結びついてないんじゃないか、そういうふうに私は考えました。じゃあどうやったらそういったものが事業につながるか、私は国の政策の立場から考えたいというふうに考えております。しかし、なぜ今の政治はやらないのか、それはそういった政策が難しいからだと思います。科学もわかんなければいけない。ビジネスも分かんなきゃいけない。そして政治家にならなきゃいけない。そういったハードルを超えられない人たちが多いんじゃないかと思います。じゃあそのハードルを超えられるのは誰なのか。それは私しかいないと思っています。私は JAXA で人工衛星の開発を2年間行っておりました。頭がいいです。そして国会議員事務所で1年半、議員の秘書インターンをやっておりました。現場を知っております。そしてこの町田政経塾で、経営を学びたいと思っております。この町田政経塾に泣いてもらったときに、周りの人に言いました。様々な意見をいただきました。褒めてくれる人、そして、お世話になった秘書の方には、俺は町田政経塾出身の議員は嫌いなんだ、と言われました。町田政経塾がダメなのか、私はそうは思いません。そのダメな議員というのは、まあ個人の問題だと思ってます。でもですよ、もし、町田政経塾の研修に何らかの欠陥があるならば、
私の方から町田政権塾をぶっ壊したいと思ってます。私が、生意気なビッグマウスなのか、それとも未来を変える革命者なのか、この4年間でその答えを皆さんにお見せしたいと思ってます。で、4年間応援よろしくお願いいたします。落合拓磨。はい。今日4月8日新たな日本が始まります。その目撃者となられる皆さん、私が落合拓磨でございます。生まれも育ちも東北は山形。私は日本海の時代、地方の時代を切り開いていく、この決意でございます。まあ、日本地図を眺めてみますと、北から仙台、東京、名古屋、大阪、神戸、太平洋側の大都市をエンジンとして、我が国は目覚ましい発展を遂げてきました。その一方で、日本海側や地方というものは、人口の流出、そして衰退の一途をたどってきたのではないでしょうか。太平洋側の、それも大都市だけが発展していては、日本が潰れてしまう。私がそう痛感したのは、12年前のあの東日本大震災。あの震災が太平洋側に甚大な被害をもたらしたことは言うまでもありません。一方で山形はどうだったか。比較的被害が小さかったにもかかわらず、生活の足であるガソリンが足りない、ストーブに火をつけられない、そんな時代に陥りました。それもそのはず、山形で使う石油はその8割を被災地仙台から持ってきたからであります。山形っていうのは地震も少なければ台風なんていうのは滅多に当たらない、そして豊かな自然と人も忍耐強い、そんな理想郷のような土地と、そして内に秘めた力強さを持った、そんな土地でございます。これからの日本海側は、そして地方は、ただ仙台や東京に頼りっきりになるんじゃない。むしろ、非常事態の太平洋を補う、そして助けてあげる、それくらいの力強さを持たなければならない。私はそのように確信いたしました。私は、インフラの再整備や、そして、経営という視点を持った街づくりを通して、豊かな地方を作ってまいります。まあ、こんな課題話もしましたんで、あのここで一曲歌わせていただきます。西から昇ったお日様が東へ沈む。いや、枝で申し訳ないですけども、これはまあ漫画の世界でございます。自然に任せておっても太陽っていうものは太平洋側からしか昇りません。しかし人の力で、そして政治の力で、日本海側も太陽のように燦然と輝く、そんな政治を行っていく、そんな世界を作っていく、そういうことができます。それでいいのだなんです。私は太陽のような暖かい光を地方に届ける、そんなことをやっていきたいと思っております。ただ前へ道を切り開いていく、その覚悟でございます。私がその果てに目指すのは、どこに生まれようとも日本人なら誰でも自らの夢と幸せをつかめる、そんな社会の実現です。そしてその溢れる日本の活力を、太平洋のアメリカだけでなく、日本海側の東アジアに広げていく。そして今は東アジアと日本海を分断している日本海を平和の海にしていく、そんな外交をやっていきます。同じ日本に生まれた同じ日本人じゃありませんか。どこに生まれようとも格差なんてない。日本海側と太平洋側が手を取り合う、そして誰もが夢をつかむことができる、そんな理想的な日本を作ってまいります。応援よろしくお願いします。
加藤瑞奈。はい。44期生の加藤瑞奈と申します。すごい個性豊かな同期の後に話すの若干緊張するんですが、自分らしく決意を述べられたのかと思っております。実は私は14年間アナウンサーの夢を目指していました。小学4年生の時にお仕事体験施設でアナウンサー体験をしたことがきっかけでアナウンサーになりたい、そう思って14年間一途に頑張ってまいりました。学生キャスターやライブ配信、テレビ局でのアルバイトもしました。そんな過程の中で私の人生を大きく変える経験をしました。それが一流の経営者皆様にインタビューをする、そんなインターンをしておりました。アサヒビールの元社長泉谷直樹さんや味の素の社長宇多田社長などさまざまな一流の方にお会いし、私は初めてそういった一流の方にお会いした時に大きな衝撃を受けたんです。そういった方が持つオーラ、風格、そして魂から湧き出るお言葉、資産の高さ、人間力、そして日本の未来を憂う気持ち、そのすべてにすごく感銘し、私自身もそういう人間になりたいと思いました。そしてインタビューをする中である共通点に気がついたんです。私はインタビューの中で皆さんの大切にしていること、人生の中で軸にしていることは何ですかと聞くと、必ず皆さん素直さ、謙虚さ、誠実さ、この3つをおっしゃるんです。なぜ皆さん同じようなことをおっしゃるんだろう、そうずっと不思議に思っていました。そんな中で気がついたんです。この松下政経塾を作った松下幸之助さん、この方が日本の未来を作ってきた経営者の方に強い影響を、生き方、人生、そして経営に大きな影響を与えてきたということを知りました。私はそれを知った時に、これからの時代に必要なのはこの考え方なんじゃないかと、松下幸之助さんのような方が増えるべきなんじゃないかと、そう思いました。松下幸之助さんがご活躍されていた時代、日本は目覚ましいほどの経済成長を遂げて世界から注目されていました。日本人が日本らしい経営の仕方が注目をされていました。しかしバブル崩壊以降、日本の日本的経営は経済停滞の原因のように考えられ、現在は多くの経営者が欧米的な経営をしていると思います。しかし失われた30年と言われている今、必要なのは松下幸之助さんのような経営者、人間力と志のある経営者、そして志を持った若者、人本主義、そして共存共栄の経営、新しい時代、今の時代に合った日本らしい経営なんじゃないかと、そう確信いたしました。それが私の志になった時、14年間目指してきた私の夢であったアナウンサーではなく、公の志である私の決意を込めた日本の未来のための選択をしたい、そう思い、この松下政経塾の門を叩きました。私はまだまだ未熟で経験も浅いです。しかしこの4年間で様々な経験を積んで、今の日本に合った経営、日本らしい日本人の良さを生かした経営を探求していきたいと思っております。そして卒塾後は経営者として日本の未来に貢献していったらなと思っております。若手起業家を育成する、そんな団体を立ち上げ、人としてどうあるべきか、どう生きるべきか、そういった理想像を共に考え、共に学び、そして一人一人の志を、夢を一緒に考え、共に育み、起業までサポートする、そんな若手起業家を輩出する育成団体を作っていきたいと思います。この4年間自分自身の修行の場と考え、こんなにも贅沢な時間をいただいていることに、日本の未来を背負う若者を、そう思って設立された松下幸之助塾主の思いを胸に、これからの未来に貢献できる人物になっていきたいと思っております。応援よろしくお願いいたします。波松咲。はい、最後になりま
います。私は愛する橋のために決意を発表させていただきます。普段皆さんが通っている橋が通れなくなることを考えたことはありますか？日本には約70万もの橋があり、このうち建設後50年以上経過している橋の割合は2030年には全体の 70% になると言われております。そして橋、普段通っている橋にも実は危機が迫っているのです。人の高齢化だけではなく、インフラの高齢化も日本が抱える大きな課題の一つです。私の志は社会資本整備の推進による日本再生です。この志に至った経緯は、大学時代に政府が掲げたコンクリートから人へというスローガンです。私は土建屋の娘として育ち、大学でも土木工学を学んでいました。そのため、この言葉によって身の回りの方々が苦しむ姿を目の当たりにしてきました。国土を守る、街を作るという仕事は決して華やかではありませんが、縁の下の力持ちとして、我々の生活を24時間365日支え続けており、必要不可欠な存在なのです。笹子トンネル、公共事業費はピーク時の半分程度となる中、2012年の笹子トンネルの崩落事故をきっかけに、インフラの老朽化が人の命を奪う事態であることがあらわになりました。また、自然災害による国土の脆弱性、港湾、空港整備の遅れによる日本の相対的地位の低下なども問題となっております。不安定な基盤のままでは、日本経済の衰退や国際競争力の低下までをも招いてしまうんです。頑張れ。私は橋が好きで、橋に関わる仕事をするを主軸に、これまでキャリアを積んできました。鉄道会社の土木エンジニアとして、頭の上を新幹線が走る橋の中で、泥まみれになって点検や計測を行ったり、研究所や大学でコンクリートの鉄筋移植に関する研究を行ってきました。実務の最前線や研究に関わる中、優れた点検ロボットや橋の劣化を把握する技術があっても、お金がないことが問題となり、インフラ老朽化で本当に困っている自治体には導入できないなど、技術者の理想と技術を求める社会のギャップが大きいと感じてきました。ロマンと技術だけでは安全な橋は作れません。橋などのインフラ老朽化問題をはじめとする日本の国土政策の課題を解決していくためには、工学だけではなく、政治、経済、社会的な視点を持ち合わせた人材が必要なのではないでしょうか。私は成蹊塾での学びを通し、専門性を武器にブランドデザインを描き、技術と社会の架け橋となる政治家を目指します。そして、志を実現させ、安全、安心、快適な社会の実現と、国土基盤の確立を通して、後世へプラスの財産を残し、100年後も世界に誇れる日本を創造します。応援よろしくお願いします。以上のような決意で、この松下政経塾の研修をスタートしてまいります。どうか会場の皆さん、激励の拍手をお願いいたします。それではこの式の結びに塾歌を斉唱いたします。塾生、塾員、職員、起立。塾歌斉唱。
塾生、塾員、職員、着席。以上をもちまして、令和5年度公益財団法人松下幸之助記念志財団松下政経塾入塾式を閉式いたします。新入塾生が拝聴いたします。皆様、今一度大きな拍手でお願いいたします。ご協力ありがとうございました。 YouTube 中継をご覧いただいております皆様方、誠にありがとうございました。これにて本日の入塾式を終了いたします。長い時間のお付き合い、誠にありがとうございました。会場の皆様、本日は誠にありがとうございました。皆様、この後ですね、昼食会をご用意しております。